何か言いたそうだな。前にも言ったろ。約束するってばよ。絶対勝つ。自分を信じきっている目だ。まるで気負いがない。その方がやりがいがある。本当の現実を知った時。ぐちゃぐちゃ言ってねえで始めようぜ。あ、第1回戦始め。よく見ておけ。花火いる者もおらん。お前の姉は優に及ぶ。今度はヘでどうにかなる相手じゃねえぜ。あいつにはあれがある。外したか。近づきすぎるとツボを突かれて術が使えなくなる。お前に勝ち目はない。おめえの力を確かめただけだ。本当の戦いはこれからだってばよ。影分身の術。面白いやつだ。影分身は常人レベルの術だぞ。影分身等しく分配されればこの白眼をもってしても本体を看破することはできる。無駄よ。あのネジの防御の前ではね。攻めるばっかりじゃないのよ。くっ。違った。後ろにも目があんのか。火影になるか。これじゃ無理だな。大体分かってしまうんだよ。言うなれば人は生まれながらに全てが決まっているんだよ。なんでいっつもそうやって決めつけんだってばよ。選ばれるのはほんの一握りの忍びだけだ。もっと現実をそれぞれ違う。逆らえない流れの中で生きるしかない。ただ一つ。死だけだ。あの目、やはりまだ宗家を恨むか。だから何だってんだ。俺は諦めが悪いんだってばよ。影分身の術。俺もそうバカじゃないと言ったろ。分かってんだよ。攻撃回数が最も少ない一体。一体が明白になる。本体はお前だ。だから、めんなって言ってんだろうが。俺の考えに裏を書いて玉砕覚悟で突っ込んでんだってばよ。さあ なんだ今の。
これで終わりだ。俺のハッケの領域内にいる。ハッケ64章。まさか、あの構えは。以上。8章。16章。34章。終了だな。日差しよ、やはりヒューガの家はお前が。全身64個の点血をついた。お前はもう立てもしない。悔しいか。変えようのない力の前にひざまずき。やめておけ。これ以上やっても同じだ。別にお前に恨みはない。なんでおめえはそんなに強えの。なんで全部見透かしたような目して他人を落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が絶対許さねえ。分かった、いいだろう。そこまで言うなら教えてやる。ヒューガの憎しみの運命。ヒューガ宗家には代々伝わる秘伝忍術が、その呪いの印は籠の中の鳥を意味し、逃れられない運命に縛られた者の証。なんだ。4歳のある日、俺はその呪印術により手を結ぶ秘印は分家の者の脳神経を簡単に破壊する。殺すことも容易だ。そしてこの呪印は死んだ時のみ消えて、ほぼ同じ双子なのに、先に生まれるか後に生まれるか、そこで運命はすでに決まっていたのだ。そしてこの試合、お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。お前は俺に負ける運命だ。絶対にな。そんなもんやってみねえとわかんねえだろ。救えないやつだ。試験か。落ちこぼれねえ。逃げんじゃねえ。逃げねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。聞いたようなセリフだな。お前みたいな運命だなんだ逃げ腰野郎には絶対負けねえ。逆らうことのできない運命を背負って生まれてくる。一生拭い落とせぬ印を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものか。わかるってばよ。んで、それが何？カッコつけんじゃねえよ。日向だってな、前と同じように苦しんでたんだってばよ。お前だってそうだ。宗家を守る分家が試験だからって日向をあんなにして運命に逆らおうと必死だったんだろ。お前の64の点血はもう閉じチャクラの使えないお前がどう戦うつもりだ。結局のところお前も日向様と同じ運命なら、お前の言っていることが正しいかどうか見せてもらおうか。でお前倒してそれを証明してやる。そうだ、九尾のチャクラ、あれは。クソギツネ、力を貸しやがれ。俺はこいつを殺すつもりでやる。止めるなら自由にやってくれ。無駄だと言っただろ。無理だ。
献血をついたんだぞ。さあ絶対に。どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとする。落ちこぼれだと言われたからだ。どういうことだ。このチャクラ、そんな、このチャクラ間違いない。キューピ、いつの間にキューピのチャクラ。行くぞ。なんだあれは。あれがチャクラなのか。キュウリ、回転。なに、接近戦には自信があるんだろ。俺が火影になってから。ねえ、どっちがナルト。そんなの私も分かんないっての。こぼれくん、悪いがこれが現実だ。本当に大きい体が。影分身を穴に残して正気を見出したか。こいつはそれを分かってる。しかも天然でな。あの状況でとっさに影分身。お前の得意忍術か。俺ってはアカデミーの卒業試験に3度落ちてる。分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。運命がどうとか変われねえとか、そんなつまんねえことメサメサ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。勝者、渦巻きナルト。